センター佐藤君。
ご覧いただきましたように、本日の大阪市内、国際カリスト教大学対東京大学校大学の試合は、8回コールドで9対2をもちまして、東京大学校大学が勝ちました。なお、このカードは東京大学校大学の一勝となっております。